新農家リンクは中華人民共和国北北省に位置する小直轄リンク。現在中国で唯一の林区である。林区人民政府は小白鎮爪青三39号にある。新農家は1990年ユネスコの生物圏保護区に指定されたことから始まり、2013年にユネスコの世界上パーク登録、2013年に ラムサール条約の登録出地となった。2016年にはユネスコの世界遺産リスト登録もされた。強国のダム建設現場大破山脈の東端に位置する山深い地域で、伝説では野人が住むと言われるほど自然が豊かだったが、林業や農業によりその環境が脅かされていた。1980年、中心部にある33万ヘクタールの森林を、 国家級の自然保護区に指定したのを、はじめ、1999年10月より、生態系及び自然保護を目的とし、森林内に住む住民を他に移転させている。今では、森林伐採も禁止され、伐採に従事していた作業員は、森林保護官となっている。湖北省の西部に位置し、重積し、乗用し、偽章し、温世、土茶族名を族自治州。 重慶市に接する。下部に六鎮、一教、一民族教を管轄する。また、国家旧森林自然保護区管理局、林業管理局、国家森林公園、国家地質公園、第九個国家湿地公園、昇級旅誘導、屋区を管轄する。2016年に世界遺産リストに加えられた。中国では50件目の世界遺産である。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。